磯村和秀は日本のビオラ及びバイオリン奏者、東京クアルテット創設メンバー、イエール大学音楽院教授、愛知県出身、東方学園で斉藤秀浦に支持する。渡米後、ナッシュビル公共楽団の副コンサートマスターに就任したが、室内楽とバイオリンへの情熱を抑えきれず、1968年より全学級筆小学生として、 ジュリアード音楽院に入学、バイオリンをイヴァン・ガラミアンラに、ビオーラをワルター・トランプラー、室内楽をロバート・マンラに学ぶ。1970年にジュリアード音楽院を中退した。1969年秋、東方、ジュリアードを通じての仲間と共に東京クワルテットを結成する。1970年にインターナショナル・ヤング・アーティスト・オーディションに合格し、 また、ミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門で1位となり、国際的な注目を集めた。同年秋にニューヨークでデビューリサイタルを行って以来、クワルテットと共に40年にわたり、ニューヨークを拠点に世界各地で演奏活動を続けた。2011年11月、2013年6月をもって東京クワルテットを引退することを発表した。 以後も音楽活動を続ける予定で、磯村は情熱と刺激に満ちた日々でした。数々の素晴らしい室内学の名曲を永遠に演奏し続けられると思ってきましたが、つい最近になってそれはちょっと無理なんだと気がつきました。世界中を飛び回って演奏することがだんだん辛くなってきたのですと引退の理由を語った。室内学の指導には長年積極的に取り組み、 イエール大学音楽院で教授を務めるほか、アメリカ、ヨーロッパ、日本で、数多くの室内楽講座を行う。東京クアルテットがレコーディングしたレパートリーは、幅広く、ハイドンから21世紀の作品に及ぶ。スイスのモントルーレコード大賞、イギリスのグラモフォン年間最優秀室内楽賞、等を受賞した録音も、数多く、グラミー賞には7回ノミネートされた。 個人としても、ビオラソロとソナタの CD をリリースしている。使用楽器は、日本音楽財団より太陽の1731年生、ストラディヴァリウス、パガニーニ。また、2010年に、水戸芸術館館長、吉田秀和の命により、同館の専属楽団として、庄司さやか、佐藤俊介、石坂段十郎、小菅優良と、新ダビット同盟を結成した。 ドイツロマン派の作曲家、ロベルト・シューマンが無双した芸術グループ、ダビッド同盟にちなみ、俗物に対抗し、新しい音楽の理想を打ち立てようとする気概を込めているという、ありがとうございます。